国際テコンドー連盟は1966年3月22日に設立されたテコンドーの組織。ITF はテコンドーの発展と促進を目的として存在している。その主な役割は大会やセミナー開催の調整と承認、テコンドーの教えの標準化、関連組織との協力及び所属メンバーの級位、段位の審査と認定を行うことにある。 テコンドーの方は、テコンドーを習得する上で重要な側面を形成している。空手の方と同様の位置づけと捉えることができる。大半の方は、防御姿勢から始まり、テコンドーの防御的な性質を表している。すべての方の開始位置と終了位置は同じであり、正確な移動幅と移動方向で行う必要がある。ITF の公式オーランには24の方がある。 この数字は、1日は24時間にあることを象徴的に意味するものである。型の名称は主に朝鮮の歴史上の出来事や、重要人物を意味しており、動作数、動作位置、終わり方などの型を構成する要素も、朝鮮の歴史と関連付けられるものが多い。ITF のスパーリングの試合は各ラウンド2分間、国内選手権や国際レベルの大会では、 2分間にラウンドで間に1分間の休憩を置いて行われる。ルール上、帯より、下部の攻撃、肘での攻撃、相手を押し倒すこと、リング場外へ出ることは禁じられており、背面への攻撃も認められない、ITF の球位、段位は6色の帯で表される。位ごとの定義を一家に示す。テコンドーの創始者、サヨウヒロシは、 武道における哲学的な要素が世界平和に寄与することを信じ、修練生たちにとって道徳的実践は技術習得よりも重要といって過言ではないとして、これを重んじた。テコンドーの教えの哲学的な側面として、ITF は骨の基本精神を掲げている。ありがとうございます。